よし、今急遽動画回してるんですけど、理由が久々に友達と遭遇したんですよ。まあ裏でね、僕のパーティーは裏でランクマやる前提で、まあ動画とか回すつもりもなかったんで、まあ目新しいポケモンが入ってるとか珍しい戦術があるとかいうわけではないんですけど、じゃあ相手のパーティー見てください。トニーゴーリーなんですよ。でこいつねまあリアルにここ5億対戦ぐらい遭遇してなくて、久々にあいつの顔見たね。お、元気してたか、おい久しぶり、おい元気してた。あいつもなんかね、相手のパーティーに入ってるけどニッコニコしながらこっち見てるから、まあ多分元気あったんやろうな。でまあ選出なんですけど、まあガオガエンからでいいかな。様子見しやすいガオガエン、ガオガエンはね特性威嚇があるんで、まあタイプ的にはギャラドスとか、まあドリューズとかパルシェンには弱いんですけど、威嚇で仕事できるんで初手ガオガエン、パルガウッドシンでアシレーヌ、まあ、相手の鬼氷の身代わりを貫通して、特性すり抜けでね貫通してダメージを与えれるドラパルト、これでいきます。ミミッキュー、まあ、これ出し勝ちなんですけど、まあ電磁波型だと思うんですよね。ミミッキュー、鬼氷と友達のミミッキュは電磁波って、鬼氷が言ってた。僕はミミッキュとは友達ではないんですけど、友達の鬼氷がそう言ってたんで、まあいつの情報を信じるならば、あだよなだよな。で電磁波持ちはそう、身代わりとかも合わせ持ってるケースが多いんで、まあ、身代わりケアで一回 DD ラリアットからですね。で殴る、まあ、DD ラリアット見せたから次電磁波打ってくると思うんだよな。身代わり連打するメリットあんまないと思うんで、まあ、電磁波受ける前提でここ強気にトンボ打ちますか。あれ、シャシャった相手身代わり連打してくる民だったわ。やべ、シャシャったトンボ返り、まあ、鬼氷ねガチで、まあ、毎シーズン、そのシーズン4、僕対戦数350戦ぐらい全部で、まあ、やったんですけど、多分1回も当たってない。いや、当たった可能性はあるけど、まあ、少なくとも1回も選出されてない。まあ、それぐらい久々に遭遇したんで、ちょっとテンション上がりすぎて、まあ、動画回してるっていうね。デンジャー、やばいなこれ。めっちゃ仕事されとるな。これでも、まあ、歌方のアリアって音技なんで、まあ、身代わり無視して攻撃できるんですよね、実は。だから、バキの皮は剥げる。いや、でもな、シレーヌここで削っちゃうと、パルシェンの対処がちょっと厳しく、まあ、なりそうな可能性があるんですけど、まあ、とりあえず歌方のアリア連打で、まあ、相手のミミック威嚇で攻撃力1段階下がってるんで、まあ殴ってきたとしてもそんなダメージにならないと。痛み分け、まあこれはちょっと苦しいでござる、ちょっと苦しいでござる。ちょっとお茶飲んで一旦落ち着くか。まあこの動画投稿されてるってことは、まあ、おそらくこの後に鬼氷が展開されてるとは思うんだけどまあ多分ね、選出されてなかったら、まあ動画、一人でこれベラベラ喋ってるけど、多分パソコン画面のゴミ箱のフォルダに動画ファイルごとバーンってぶち込まれるんで、僕と鬼氷の思い出はゴミ箱の中にぶち込まれるんですけど、まあいつがもし僕の前に現れてくれるんであれば、まあ、YouTube 上に俺たちの思い出として記録として、まあ、しっかりと残る。相手迷ってるな、まあ、呪いで切るかもう一回痛み分けするかみたいなので迷ってるとは思うけど、まあ、呪いじゃないかな。痛み分けしたとしてもまだよな、呪い。まあ、これはでも結構いい感じにミミックに仕事されましたね。アシレーヌも呪いでがっつり削られたし、まあ、デンジャーも入ってるんで、鬼氷の相手は、まあ、ちょっときつい。まあ、いるとしたら、まあ、次確実に出てくる。うん。もう出さない理由ないもんな。ここまで、まあ、お膳立てしといて、まあ、裏にいたとして、まあ、ここで出てこない。来たー！親友の鬼氷来たー！親友の鬼氷来たー！ほらね、ちゃんと下のテロップにも、親友って書いてあったでしょ？そういうことなんですよね。身代わりから入ってこないからな。相手がバカで身代わりから入ってきてくれたら、でもな、身代わりから入られたとしても、まあ、歌方のアリアで身代わり貫通してダメージ与えたとしても、まあ、鬼氷を倒せるかっつったら、まあ、ちょっと怪しいけど、しかも相手色違いだしな。二つ名持ち？親友の鬼氷っていう二つ名を持って、二つ名を、持っていながら、まあ、色違い個体でもあるっていう、とんでもない個体使ってるけど、あれだな、相手の鬼氷に対する本気度、レベルの違いが見て取れる。村っけ。待て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 
いや、B はまずくない？いや、B、B まずいんすけど。だって裏、アシレーヌ倒されちゃったらさ、こっちの裏さ、あれなんですけど、ドラパルト、まあ、ドラパルト最近、メガネの特殊型とかも使ってたりしてたんですけど、まあ、今日連れてきてるドラパ物理型なんですよね。リュウマイの物理型だし、まあ、ガオガエンも、まあ、物理型なんで、鬼氷が防御力上げちゃうと、ドラパルトと、ガオガエンで相手の鬼氷の突破が難しくなるんですよ。あー、これは死ぬ。これは、フリーズドライは水タイプのポケモンに抜群で入る技なんで、落ちる。で、これで、ムラッケで、あ、素早さか。あ、ちょっと、あ、まあ、C が下がるのはいいっすね。ドラパーで、ドラパに対するフリーズドライのダメージが減るんで、ドラパ投げます。こう守んねえかな。ちょ、守れ、守れ。素早さ上がったしさ、一回余裕あるからさ、守らん。ま、一回なんか、ドラパルトがさ、特殊型か物理型か見たくない？一回守らん。だって、これドラパが特殊型で、大文字とか打ってきたらね、鬼氷消し飛ばされる可能性あるから、ちょ、ワンチャン特防上がる読みで、こう守るっしょ、これ。竜舞、強気の、相手の鬼氷の、こう守る読むから、強気に。おい、守れ守れ、俺たち友達だろ、ちょ、友達、親友じゃん、俺たちさ。ちょ、でも頼むからさ、親友の言うこと聞いてくれないか。でも、僕の願いは、ここで、君を殺すことなんですけど、大魔してきたんだけど、大魔意外でしたね。待って、これ大魔してきたってことは、もしかしてこれ殴ってくる、まあ、鬼氷の技構成が分かんないんですよね。そのフリーズドライ守る見えたし、身代わりも多分あると思うんですけど、まあもう一個の技が何かなんねえな。絶対レード、ああいい技持ってる、いい技持ってる、ちょっと待ってめっちゃいい技持ってるじゃんこれ。あー、なるほどね。あー、これダイアース打つことで特防が上がるんですよ、鬼氷。これによりドラパルトがもし特殊型だったとしても、まあ、両対応できるっていう、神の一手じゃん、これ。まあ、神の一手来た。特殊でも物理でも対応できる神の一手来た。竜舞した。これ竜舞一回しても、まあ、このドラパルト結構、まあ、また防御上がってんだけど。ちょ、やばいって。待って。いや、まずくね、これ。でもこれ次大魔しないと、いい加減間に合わないんだよな。まずくね、これ。大魔。大シル打つくらいだったら、大フォロー打って、まあ、相手の鬼氷の防御下げつつ、相手の鬼氷の大魔ターンも枯らしつつ、まあ、詰めていくのがいいと思います。で、こっちのドラパルトが竜の間一回積んでて、相手の鬼氷が村っけで、素早さが一回二段階上昇してるんですよ。で、このドラパルト、竜舞型で結構耐久に寄せて、努力値振ってるんで、まあ、多分ね、S プラス1だ、抜けないんだよな、鬼氷。ドラパが最速とかだったら、まあ、抜けるんですけど、まあ、これ、ダイアイスは代わりに余裕で耐えると思う。あ、オッケー。相手の鬼氷、村っけで、結構特攻下がっちゃってるんで、まあ、これは余裕で耐えることができる。で、大フォローで相手の鬼氷に対して、まあ、防御が確か4段階上がってんのかな。硬すぎ、笑た。硬すぎ、笑た。笑えません。笑えない。B 下がる。で、あられダメもね、ちょっと痛いんやな。で、食べ残し。うまいか、その食べ残しな。さぞかしうまいだろうな。友達と食う飯はな。まあ、素早さはもうどんだけ上がってもいい。特防下がるのは、まあ、どっちかっていうと外れ。ここ大シル打つか。大シル打つ必要なかったか。大フォローでよかったかな。でも相手、相手ここ大ウォールだと思うけどな。あ、普通殴ってきた。まあ。まあ、いいっす。まあ、いいっす。相手の鬼氷特攻めっちゃ下がってるんですよ。だから余裕あるんで、まあ、地震に対する、相手の鬼氷が打ってくる地面技に対する耐性をつけたかったんで、まあ、大シルで防御1段階上げます。で、次さすがに守るだよ。じゃあ、あられマジでいて。はい。で、食べ残し。で、相手の鬼氷の大魔が解ける。村っけガチャ。あ、特防、オッケー。特防は、この対面だと外れ能力だ。オッケー。特防上がって C 下がる。C が下がるのは、マジで美味しい。氷技の打点がめちゃくちゃ減るんで。で、おそらく守るから入ってくると思うんで、ここ大フォローで相手の鬼氷の、貫通、守るしたところで、大マックス技は、まあ、貫通するんですよね。貫通ってか、まあ、ダメージを抑えることはできるんですけど、大バックス技についてくる、まあ、追加効果。この大フォローの場合、
まあ、防御力を下げるっていう追加効果がついてくるんですけど、まあ、それまでは防ぐことができないと。ちょっと待って、嬉しすぎて、下が、ベロが回んなくなってきてる。ちょ、一旦お茶飲んで落ち着くわ。はいはいはい。で、B が下がる。まあ、これで、村っ気込みで、まあ、防御がプラス2でしょ。で、ドラパが A プラス1なんで、まあ、言うてこの HP の鬼氷だったら押し切れると思うんですよね。だからここの村っ気ガチャで、まあ、何を引くか。C アップとかじゃなかったら、オッケーオッケー、外れ！いいね、いいね、いいね！そう、あ、防御下がる！オッケー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 。これで確実に処理できる。まあ、問題は、このドラパルトが相手の鬼氷の攻撃を耐えてくれるかどうか。そう、僕たちね、あれなんですよ。武闘家なんですよ。なんか、言ったら友達で殺し合うことを目的としてるけど、武闘家の精神のもやってるから。なんか少年漫画とかでもあるでしょ。なんか、殺し合うことでお互いを高め合っていく存在。だけど、お互いのことを深く理解しちゃってる友達みたいな。言ったらそんな感じなんでね。防御プラス1。まあ、多分ドラゴンアローで倒せると思うんでな。龍馬一回積んでるドラゴンアローで。で、相手のフリーズドライは、いやー、まあ、耐えてくれること祈るしかないなー。 C マイナス3だから耐えると思うんだけどな。オッケー。あー、でも残念でーす。あ、喜んじゃった。ラブのみでーす。残念でした。あー、さよなら。え、待って、これ落ちる落ちる。死ね死ね死ね。オッケー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 。あ、まあ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 。まあ、痛み明けってことでね。うん。お互いラス1のポケモンに全てを託す。はい。相手のラス1なんだろうな。ガオガエンで勝てるポケモンだったらいいけど、相手の裏に何がいたか忘れたわ。あ、エルフーン！あ、待って、これコットンガードとかあったらやばいな。いや、でもコットンエルフーンじゃないと思うんですよね。その、まあ、コットンエルフーンって、まあ、食べ残し型持ち物食べ残しが一般的なんですけど、食べ残し鬼氷が持ってるから、あ、だよな。オッケー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 。よし、ムーフォンはそんな効かない。あとはフレドラで焼き払って終わり。なんでーさて、相手のエルフン、ちょ、待て待て待て、え、フレアドライブ命中100の技なんですけど、ちょ、待て、相手のエルフン、なんかめっちゃ変なアイテム持ってるんだけど。おい、ちょ、待って、光横のエルフンってなんだよ。身代わり。ちょ、やめろって。もうやめろって、これ。光の子なんでさ、一回、まあ、多分相手身代わり連打で置いてくると思うんですけど、光の子なんで一回攻撃かわした瞬間からさ、宿り木の種ぶち込まれてさ、マジではめられるんですけど。ちょ、やめろって、マジで。ちょ、最後まで、まだ遊べるのんとかいう、ちょ、そういう展開いらないっす。うん。鬼氷死して、死後なお強まるね。使ってやがるな。でも、しっかり当ててく。しっかり当ててく。オッケー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 。言うて身代わりは、あと2回しか荒れないんで、まあ、光の粉って命中どれぐらい楽だっけな。じゃあ、あんま覚えてないんですけど、そのめっちゃ下がるってわけじゃないんですよね。まあ、100から、まあ、どれぐらいになるんだろうな、光の粉って持ってたら。ちょっと知らないんですけど、まあまあまあ、当てればいいんですよ。当てれば。おっけ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 。まあ、ワンチャン、次外したとしても、まあ、次外したとしても、ヤドリギの回復間に合わないと思うんだけどな。食べ残しとか持ってるわけでもないし、身代わり、はい、ラスト身代わり、身代わりオブザラストエルフン。シュイ！いや、まだだ、まだまだ笑うな。ちょ、まだ笑うな、まだ笑うな。こっからもしかするとこっちの攻撃が一生当たらない可能性だったら、まだまだだ、まだだ、まだだ、まだだ。殴ってきた。まあ、これはね、まあ、全然食らわないんですよ。最初のダメージ的にね。あとは、決めろ！よし！うわぁ！気持ちいい！うわぁ！久々に遊べたわ。ありがとうございました。感謝。また会おう。また、また会おうな！